3月6日金曜日になりました。今日は予算委員会集中審議です。地方創生等というテーマでありまして、我が党からは渡辺衆議員、それから小川淳也議員、品武議員、柚木道義議員、大阪誠二委員と、それぞれがすでに通告をしておりますような、質問をすることになります。地方公聴会も踏まえまして、私たちとしては、地方の復権、地方の元気は日本の元気と従いまして、今日の集中審議では特にそういう問題を捉えて、元気でやっていただけるものと思っております。来週の9日は中央公聴会、そして、10日には分科会が開かれていきます。昨日の議運の理事会では、今国会の重要公判議員が決まりました。すでに審議入りをしております所得税法改正案、それからこれからでありますが労働者派遣法改正案、農協法改正案、そして電気事業法改正案の4本となります。また連休明けに提出されると言われております安全保障関連法制、これが加わって計5本となる見通しでございます。今日12時30分から維新の党と幹事長国対委員長会談、初めてでありますが、新しい体制になって初めてですけれども行います。案件としては政治資金問題への取り組みについてお互いに意見交換をすることにしております。こちらからは以上でございます。はい、それでは質問のある者は、列の上、社名を乗ってからお願いいたします。はい、どうぞ。読売新聞の山田です。今日は、お昼に行われる西野党さんとの幹事長、国会議長会談の関係なんですけれども、昨日の西野さんの方でも政治資金規正法の改正案を出すということで、政治改革関連の話が、今日、維新の党さんも独自にその企業機関財研究専門の話の法案を出しているので、両方が併存するような状態になるかと思うんですけれども、その点に関してはどのような方針で臨む予定なんでしょうか。今言われたように、維新は法案をすでに出しております。で、私どもは今政治改革本部の中で、議論をして、できれば早く成案を得たいと思っておりますので、今日はですね、やはりそういう、スタンスがそれぞれ異なりますが、結局これが通らなきゃ意味がないわけです。したがって、国会で通れるような案にしていくことも大事ですし、今日のところはですね、その辺は率直にですね、お互いの意見交換をするということが大きな意味を持つと思っておりますので、今日で終わりではありませんね。もちろん今日が最初でありますから、こういったことをですね、一つのテーマにして、協力すべきは協力するという、野党の連携の大きな力になればと、このように思っております。はい、何かありました。それから今日はですね、渡辺衆議院は主に、政府機関の 地方移転の問題について、あるいは南海トラフと地震等についての被災地に対する対応、
などが出ております。また小川淳也議員は、内閣の危機管理として、先だって、報道もされておりますが、中村農水大臣、西川大臣が辞任をしたその日に、非常に重要な日にですね、農水省を開けるという、まあ、こういう危機管理の問題についてもお伺いをすることにしております。それから、志那武議員は、まあ、もちろん被災地の出身でもございますので、復興対応について、あるいはそうですね、今日は NHK の問題はやるのかやらないか少しちょっとまだ不明でございますので、テーマとしてはですね大くくりになっております。あ、そうですね。それから柚木議員は引き続き下村文部科大臣の任意団体等に関する懸念について引き続き質問をすることにして、大阪議員は憲法99条憲法改正に関して、あるいは首長出身ということもあって、本来の地方創生についてそれぞれ所見を述べながら正すことにしております。はい、どうぞ。自由通信の石川です。今委員長言及されましたけど、中川農水政務官今日質問当たってましたが、入院しているという説明にあるんですけども、今後どのように対応されていきますか。そうですね、やっぱ健康上の理由ということであればね、これはこれで大事なことですから、いつまた退院されるのか分かりませんけれども、それはそれとして、タイミングを見ながらやっていきたいと、これは農収水全体の問題ですから、内閣の全体の問題ですから、そういう意味での危機管理というのは大事であろうと思っております。やはり、巨大与党のおごりがあちこちに散見される、このことについて私たちはやっぱりしっかりその辺についてはチェックをすることも、これは私たちの大きな役割と思っております。その他ございません。よろしいですか。はい、いいですか。